とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は古代狩り5周行きます。まあ、いつものことなんだけども、今日狙うのは防具狙いたい。で、狙いはスパイダーアーマーかウィザーの防具、どっちか。おそらくこの二つが最強なんだよね。なので、スパイダーアーマーもしくはウィザーのアーマー、この二つを狙って5周行ってみましょう。なかなか来ないから心配したけども、まあ1回目のボス、ここはスノーアーマーのとこだよね。スノーアーマーと、まあまあ冬の指先出ればいいかな。あーおーまあスノーアーマー出た。スノーアーマーいらないな、いらないね。やっぱりこの HP 吸収するっていうのが今一番欲しいやつなんだよね。1周目結構しょぼかったな、全然ダメだった。まあ、商人見てみましょう。ノーマルでいいのよ、防具。ノーマルでいい。うん。できれば、そうだね。ポーションバリアは絶対ついててほしいんだよな。うん、ほら、クールダウン、あ、2だ。2はダメだ。2はダメ。クールダウン3がついてれば、それだけで OK か。あとは自分の好きなやつをつけていけばいいもんね。でもやっぱり、HP 吸収がついてないとな。だよね。あれは絶対いるよね。はい、1回目全然ダメだね。全然ダメだ。2周目いきます。2周目の一発目。なんか今回あんま出ない気がするな。一応ね、80% ぐらいなんだけどね。あんまり出ない気するんだよね。おし！あー、違う。爆縮か。爆縮は別にいらないな。でもまあ、1個目のユニークってことで、まあいいとしましょう。2周目終わったけども、今回、古代人出ないな。全然良くないぞ。バトルローブどうだ？いや、良くない。いや、良くない。全然良くなかったわ。考えるほどもなかった。はい、次。よろしくないね。よろしくないね。お、蝶のクロスボウ。いや、ダメだ。全然ダメだ。いいのがない。ダンジョンでもいいのが出た。で、商人でも全くダメっていう。いやー、今日はひどいな。今日のまあひどいよ。よっしゃ、来たー。ここがあれだよね、スパイダーアーマーが出るとこだね。来い。まあ、難易度、おお、やった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 。それが出たか。輝くローブか。あ、いいんじゃない。難易度下げたらここ簡単だけど、25はここ鬼畜だったね。回復が半端ない。よーしよしよし。出てきてくれたね。でもここは防具じゃないっけ。え、ここ何が出たっけ。体験なんだったっけ。槍か。槍でしたか。槍はいりませんね。でもまあまあ、今回は結構あるかもしれない。3つ目、いいね。3つ目出てきてくれた。あ、ここが体験だったかな。だよね、確か。お、 HP 回復するの。あ、防具も一応出たか。あ、違う、ここは剣だ。剣、そう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 。ダイヤの剣とかホークウィンド、ホークブランドか、出たね、ここで。そういえば。そして4人目の古代人。ソーブレード別いらないんだよな。スプラウトアーマーのいらんし。ここはダメだな。はーい。まあまあ、金が増えるしいいか。
次行こう。3周目はなかなかいい感じだったね。うん、まあまあ欲しいやつは出なかったけど。で商人はよろしくないね。いいの出てくれないな。狐はいや、よくない。アーティファクトは最低1個だな。お、ラギット。どうだ？そうね。いや、ダメだな。ダメかな。一応取っとくか。うん、プッシュバック耐性結構好きなんで、ちょっと一応取っときましょう。ハイランド。あー、ダメ。痛みサイクルが入ってるとまずダメなんだ。はい。次。おっと、ダイヤの剣と、お、冬の指先じゃない？もしかして。あ、違った。違った。雪か。いや、エンチャント、なかなかいいよ。あー、でもな。マルチと、被ってるか。ダイヤ剣はどうだ？あー、ダメ！痛みサイクル入ってるとダメ。はい。では、次に行きましょう。おっと、あった、よかった。今回チェストの数が31個だから、出ないかなと思ったんだよね。出てくれた。回復するね、お前。回復するなあ、こいつは確か25戦ったことあるけど、全然無理だったよね。全然無理だった。でも、そうね、締め具のね、金が出れば、いける気はするんだよな。よし！来た来た来た！このウィーバーがいいんだよね。ウィーバーで、スパイダーアーマー狙って、行きたい！来い！あー、狼！4周目もなんかちょっと、いまいちだったな。今日あんまり出てくれないね。はい。これはいらない。不滅。追い打ち2か。いやー、よろしくないな。エンチャがよろしくない。ミステリー。ダメ。よくないね。よろしくない。次。まあ、そう簡単にね、出るやつではないけど、ちょっとは期待させて、うわあ、ちょっとガントレットかい、ガントレットかい。で、どうだ、ブロードソード。いいやつ。吸血か。吸血3にクリティカル、追い打ち。真ん中が良くないなー。真ん中良くねえなー。旋風と凶暴化か。あ、まあ、凶暴化は使えるかもしれんね。あ、でも発動率あんま良くないんだよな。でも、悪くない。悪くないよ。買っとけ。バトルローブ。ダメ。ダメです。はい。ではラスト1周。頑張ってこよう。おっと。今回全然期待してなかったけど、出た！よかった！うわぁ、ノーマル剣。ノーマルの剣。いらないね。こいつらの回復力なんとかならんのかね。25でね、勝てる気がしないな。おっと、ここは間違いなく無敵だね。無敵もね、25になると、勝てる気がしないんだよね。どうやっていくんだろう、これ。このね、レベル下げた状態でも、かなりきついんだけどね。いけるんか？まあまあ、ユニーク出ました。行きましょう。それでは5周終わりました。最後の商人を見てみましょう。ダメダメ。ダメだね。いいのが来ないね。いいの来ませんね。よくないね。よくないね。
いや、ダメ。あ、ダメだな。はい。ということで、今日入手した黄金装備、見てみましょう。これ。あ、結構出てるな。結構出てる。こっからだね。うん。全部で12個出てます。選別してみましょう。スノーアーマー、ダメです。爆縮、いりません。闇のアーマー、ダメ。スプラウト、よくない。狼、ダメだな。闇のアーマー、はい、ダメ。槍、よくない。剣、よくない。で、ブロードソードはこれ買ったやつだもんね。これは、OK でしょう。で、ラギット。これも、購入したやつ。だね。まあ、何かしら使えるかなと思って。うん。まあ、ペット強化がついてるんで、なかなか使いどころはあるかな。で、ストームランダー。悪くない。悪くない。取っとこう。輝くローブ、うん、あ、お、お、あ、いいかもしんないね。フォーカス2つついてるんで、使いどころはあります。はい。まあ、とりあえず、募集した結果、こんな感じでした。ではね、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。